はい、あ、ちょっと待ってね。はい、学校前持ってきました。前回ね、ひとみちゃんと、あゆみで、仲間になっていただき、操作をね、分担するっていうところまで来たので、学校前で後にすると、Thank you.
ついていけないほどな。おまけに、心が養子だったらしい。わしとは他人なんだ。ますますやばい。ならば、やりかねない。と、噂になった。聞こえます。ひそひそ。
続けてみる。帰る前も浜田先生に会いに行くから後で届いてみて。ビビってしまった。職員室に行きます。
分かってる。Thank you.
か落ちたっていう男の子だったわよ。落ちた。もう落ちた。何時急にできたの？急で落ちた。同じ清水高校だったけど顔を知ってる程度なの。あれ？あ、例の場所とですね。あ、場所とできる。変えた事件の容疑者は落ちたというのですが。次にあの男だが、陽子を殺された翌日が初めて現れたらしい。校長の知り合いらしい。あの男は誰なんだろう、と考えます。そういえばあの男30歳くらいだったな。30歳くらいで事件に関係がありそうな男といえば五郎と内田がいる。しかしそれがどちらであったとしてもなぜ校長と。場所移動で学校前に行きます。ここで呼ぶ生徒ですね。清水高校ですね。生徒になって聞きますね。何ということで聞く。男のことですね。あの変な男のことで何しに来ました。
で調べるってゴミ箱ですね。ちょっと場所がね、わかりますね。瞳の捨てた僕はあります。見る調べるでゴミ箱ですね。タバコと一緒にマッチが捨てあります。で、取るでマッチですね。スナックのマッチだ。あいつこんなところへ行ってたのかな。見る調べるでマッチを調べます。瞳が捨てたマッチです。スナックサンボラ007-1234と書いてある。場所へ行ったら職員室に行きます。で、職員室です。呼ぶ日々のですね、ここにいません。呼ぶ早山ですね、ここにはいません。呼ぶで他の先生なんだね。聞く男の人、誰だか知らないけど、もしおかしな奴なら強盗が黙っちゃいないさ。聞く後ろの人、生徒が騒いでるんだねと若いの言ってはいなくなってきた。後ろの人ですね。次のパートに続きますね。